パオ。あら、ここがこう綺麗じゃなくて、フラも綺麗じゃない。はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、じゅんこです。こんばんは、みやぞんです。はい。はい、からお知らせ。はい。あの、私、ちょっと諸事情がありまして、2ヶ月ぐらいお休みいただきます。その間は、先生がいっぱい、どん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 やってくださいますが、諸事情というのも、まぁ、あ、ちょっとね、私、事情、あの、持病があるんですけど、それはちょっと。持はないないない。そう、持病をちょっと、あの、直してきます。また次にお会いできるのを楽しみに、私も YouTube も 見させていただいております。よろしくお願いします。はじゃん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 、今までどうも。違う、これ一生懸命また精進してまいりますので、よろしくお願いいたします。そう、まあでもさ、体が資本だからね。そうですね。みやぞんいなくてもストックあるから。なんでそんなストック今取ってんの。別に言わなくたって。そうなの、うん、いやーでもね、また分からないから、ストックもね、いっぱい貯めなきゃいけないけどね。もう止まってんの。そんなに。あんた休んでること言わなきゃ悪く。ただイベントとかでね、みやぞん多分いなくかったりもすると思うんでね、皆さんね、申し訳ないですが、はい、またね、元気になってね、はい、直して、まあ命に関わるようなことじゃないからね、はいはい、良くなって戻ってきてくれると思います。はい、はい、お楽しみに。はい、その時の顔とかもさ、いい機会だから。何月かむにゃって。そうなの、それ私は提案した。こっちを直せって。今すごいのよ、肌治療とか。なんか流行ってますよね。大体ってどっかのね、外国まで行ってやってる。大好き。そう、先生もやるよね。やる。なんかむにゃってなんか骨を動かすのも先生やるもんね。やるし、肌治療も大好き。あ、肌ね、なんかビビビ。だって私40とか30の時の肌より今の方がいい。それをやってるから全然いい。違うもん、やっぱり全然。なんでやんな。今より悪くなることはない。そう、諦めちゃいけない。諦めないで。はあ。わお。はい、今日はもうみやぞん最後の、ね、はい、最後の、うん、最後のお願い聞いてあげよう。何でしょう。はい、あのね、先生、私ね、うん、踊ってて、うん、先生みたいにスーッと踊れ、見ててね、違うなと思うんです。違うよ、それは違うよ。違う、体型とかそういうのじゃない。それは一緒。何も言ってない。違う、あのね、所作っていうんですかね、こう見てくれ。あの、だからこのこれじゃないって。そうじゃない、何も決めてないよ。見てくれって何よ。 それでちょっと違うなって自分で思ったのは、うん、いつもね、こういうふうにやってる時にね、こうやってお腹が出ながらこういうふうにやっちゃってんの。なんかこうやって、これが違うのかなと思うんですけど。姿勢、お腹、腹が出ちゃう。必要あるかな、これ。知らないよ。あれじゃないですよ、この太さじゃない。いや、分かってるけど、これネタがある。なるなる、全然違うもんだって、先生と。なんででしょうって思ったの。そう、違う。お腹出ない先生、出ないね。そこはね、どこをどうすれば出ないんだって思う。それがあることでの弊害は何なの。見た目が全然違ってね。見た目、ここ、あの踊りがね、こんな風に見えちゃうの。ふって、ぶっとく見えちゃう。やってみようか、君は。いくよ、こんな感じでしょ。そうそう、あ、そうそう、って、こうやって見ると、だらだらのブヨブヨに見えちゃう。いや、ちょっとそれでしょ、みやさん。そうなの、そうなの。こういう感じなんでしょ。そうなの。それが、なんていうの、所作っていうかね、先生みたいにピシッてしてやると違うの。いやー、これは困った。これは困った。初めて純子困ってる。え、そうか。うん、でもそうなのよ先生、実際問題。これはなんかごめんだな。うん、でもね、私はクプナさんでも、はい、クプナさんじゃん、60歳のクプナさんでも、クプナさんなりの整った体をしていただきたいなって思ってる。うん、だから、シュプナさんだから楽にゆるく楽しんでとは言わないよね。
だからロケガニでそういう方って多分合わないなと思ってやめちゃったりもするよね。逆にあのほら指導するから、もっと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 って言うからさ、はい、で実際どうよ75歳のそうです、ね、あの方 N さんねえ、うんうん、そうだね、やってるよね、72歳の H さん、うん、だよねだ、うん、違うよね、そういうことなのよ、日々の練習ですね、練習だったり意識ですね、はい、うん、まあ宮田はね、あの今日病気のこと言ったけどあんまり筋肉が、ああ、まあそれはまたそれでまた別のところずっといたら下着に耐えればもう下着、ほらほらセシールさんのほら例の下着、下着よ下着よ下着ね、今日本の下着も、もうすごい補正下着っていうのがね、そう、こうね補正にしていただこう、うん、ビッとね、そう、そしたらどう思う、違うかな、違うかな、そうね、だからあえて言うならもう一回やって、だらしない体のいつもの感じでいい、こういう感じ、こうやってこういっちゃう、ここ乗ってる時もってこと、そう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 、いや、あ、最初はクッてやるの、あの意識あるんだけど、そのうち踊ってるとあれなんか違うな、いやさ、途中で意識がなくなるのを私に聞いてるってこと、そうじゃない、そうじゃん、今そうか、いや、できてないと思う、最初からうん、いや、でもね、とにかくここが出ちゃう、こうやってあのそれ引っ込めたいと、そう、はじめは、はじめはさっきやってたじゃん、グッとやろう、それでいいんだよ、それでいいの、これでいいの、そう、それ何、どこに力入れてる、ここに今いる、ここ、それをキープする、え、以上以上になっちゃう、そうです、そうだ、キープだ、あのね、こう、うん、思うんだけどさ、あのお客様にさ、うん、こう整った形を見せないとダメなの、それは体型いろいろであっても、あ、うん、あの子供であっても、はい、大人であっても、うん、こうそれが普段のベースになって、うん、お客様の見るスタイル、ワクワク度、姿が変わるというふうに思ってるね。箸の持ち方でさっきね、言ったけど、はい、マナーとかもそうじゃん。そーっとこう箸をこっちから持ってとかなるじゃん。そういう感じなんだよ。体を作るのも。はい、それは普段の自分がいいと思う姿勢じゃなくて、はい、日本先生。うん、シュッとしてる人、私は見本なんですか、宮野さん、そう、見本として見ていただけてるんですか、じゃあその部分がそこになきゃいけないの、違うかね、先生がここが出てる、できない人ほどね、わかんない、教えてもうね、うん、もうね、そっか、もっと気にしてるよね、あのね教える方死ぬほど大変なのよ、自分でやる方が簡単、本当にプラマ、うん、教えてみんな、うん、だからそうで、それはそっちに歩み寄んなきゃいけないよ、歩み寄るんだけどさ、こうなるわけでしょ、うん、そう、ここが、うん、C になるよね、見えてるね、姿勢が悪いね、ここ腹筋背筋でこうお腹を伸ばす、ここでこう胸を前に出す、でこれをキープする、頑張ってどの瞬間も、うん、で緩くなっちゃった瞬間を見逃さない、あ、自分を見てね、うん、で結局それって脳からの伝達でお腹って実は言ってんのよ、あ、いつも命令してるんだ、そうです、はい、してますか、はあ、他のことにこっちに集中しちゃうと、なんかちょっと、ね、なんか一発ゲームでもしてくんだけど、確か上がんないですねお願いします、そうね、お願いします、バオあらおっ、どうすべきなに、なんだって今なんだって、パオーはゾウさん、っていうことだよね、だからまず良い姿勢をやりましょう、胸を広げて、はい、そう、お腹ってやっぱりこう C になってる人が出やすいんで、私もお腹出てるんだけど、これをこうこの辺からこの辺からこうやって入れる感じ、上にこれね、ダンス上手な人みんなできる、うん、こう上にこう入れてる、うん、なんかこうここのものを上に引き上げる、うん、上にグーってこの辺から引き上げる、グーって立てるっていうか腰を、
体を立てる、うん、これをぐーっと、うん、見たけこれを言ってるでしょ。そうなの。お客様の前に立つときさ、フラを踊るときさ、お客様の前に立ってなくてもベージック踊るときもさ、こうやって踊るのとさ、こうやって踊るのと、ああはい、それをもうそこまで、そう、なんでよく言うんだけど、こうハラムに入ってきて、スタジオ入ってきて着替えて並んでるときはもうこの姿勢をキープしましょうって言うかな。こういうふうにこうやってでべちゃくちゃ喋ってるじゃない。それとか言ってるじゃない。天気の話されてるよね。そうね、今日は寒いねとかね。でいきなりスイッチって入らない、ね、入らない、ね、うん、もうドア入った時からもうあれですね。まあ露天にはそんなレベルですよ、うん、だからまあいまいち、うん、うまくならない。これから改心してやめようかな。今日はノン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 改心します。マジでマジで、だってさ綺麗にしたくてやってるんだ。そうよね。そう、ほんともうね、所作は本当に先生に習って最高とは思うんだけど、自分に身につくまでが、やるわ。今ね、て反省中。素直な方なんでね、すぐにね、こう反省ができるんですけど、まあこう所作をこう結局胸もお腹もよく言うけどね、肩も。首もだからよく言うけど客観視、うん、こうバランスが悪くないかって見てもらって、で首も立てて、で整えた状態でこうやって踊ってくれるのって見てても嬉しくない？はい、あのありがとうって思うよね。それが、はい、やってさっきのちできないから、こうやってさっきのこうやって、いいじゃん、悪い例といい例でやればいいじゃん。そうこうやってどう、首の伸びも違うかな、宮里だし、あ、うん、しっかりこう伸ばそうっていうのと、なんとなくこうしてるの、うん、ああ、でここも違うかな、シュッて、もう一丁、もう一丁力が入る、この姿勢をキープするには、そう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 、こうだね、そうです。はい、宮さんはもう一丁で、その最伸びか伸びだね、最後伸びだ、なんか私思ったけど中丁はいらない、本当に、ああ、ふってやってやっと、そうだね、いつも中丁する、こうなりたいと思ったらこうなればいいんじゃない、中丁さんですね、あなたは中さんですね、中、うん、もうそう、だってこう先生と同じになるまで自分のお腹の伸ばし具合とか胸の整え具合とかももう細かく見て、ぐーってこう、ここでは躊躇しないの、うわこんななのって思いながらやるわけ、そうそうそう、で家に帰ってそれやってみるの、あなかなかできないの、はい、でもここでスタジオでこうできたら、うんうん、その種がここにちょっと埋まるっていう感覚なんだよ ね、 ね、自分で感覚を覚えるってことだね、うん、そういうこと、 そうそれが一番大事なんで、こ う、 そうです、ね、家に帰ってじゃ分かんないもんね、そう思います、なんでここでとにかく感覚をつかむ、姿勢もで姿勢は本当によく言うけど、ここがこう綺麗じゃなかったらフラは綺麗じゃないんだ、はい、なんかこう姿勢が良くないともうフラも汚い、所作も汚い、所作が、所作ってなんだろうね、宮崎さんから所作っていうのは、スッと立つ姿、それだけの所作って、この踊り姿で、やっぱり姿勢だと思う、ここの胴体部分だよね、スンってなって、これがやりたい、あ、そう言ったさよ、言葉で、そういう感じ、日本、あ、これがやりたいができないからね、私がね、こうふにゃふにゃってなる、私は組み取んなきゃいけなかった、あんたのは何が言いたいのか分かんない、こうスンっていうのをやりたいわけ、スッ、あー、やっぱここだね、一本筋が通んないんだよね、こうやって、うーん、そう、ほら、全然違うの分かる、違う、さっきと違う、見ていても、それをみやぞんはキープできますかって話よね。そう。はい、で、視聴者さんはその感覚が分かんない人は肩の位置が入ってたり、そう、ちょっとこう開きすぎてたり、これのもあの姿勢が前から見ると悪くなるんで、そう、これがね、まずね、姿勢が悪い方って、こう、ナチュラルな形も難しい。あ、だから私よくこう、生徒さんの肩をぐーっと、はい、正常な方向に広げたりするんだよね。伸ばすね、それって多分、うん、普通の人がやるとほら筋力ないから固まってるわけじゃん、グ、うん、ーって伸ばすって多分整体みたいな動きなのよ。そうだからこう1年2年のこういうのが、うん、そう、多分、うん、自分の力だったら何年もかかるのがその瞬間でこう開く、そうですね、はい、そうだからちょっとこう肩甲骨を開く整体とかに行く方もいる。あ、そうするとこう広がったりもしたりする。あ、そうなんだね、プロの力
力にね、はい、いたりね、はい、でお腹はまっすぐ、このお腹まっすぐっていうのは、はい、引き上げるっていうのがどうなの、みなと。ここがね、うん、引き上げるっていうやつですね、うん、そのグっていうのがなかなか上に上がらないの。今上がってるんですよ、ね、今ここで。それをどこまで上げようと思ってるの。こんなしたいの、ベスト。そうじゃないんだけど、うん、そう、これがね、グって上がるでしょ。うんうんうん、そうよ、そうよ、そうよ。で、それがキープできないでしょ、うん、それなんでって話。日頃の鍛錬が。日頃じゃないですよ、ね、日頃じゃない、途中で気づかなきゃね、やっぱり。最後に思う、ね、じゃあ最後に思うってこと、見てて、自分で見てて思う。ああ、じゃあ、結果さ、結局やっぱり自分のことをもっと見なきゃダメだ。うん、皆さん、アロハー。アロハー。はい、こちらのチャンネルでは大好きなフラが上手くなるですね、コツをたくさんご紹介しております。チャンネル